皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はご自宅で自重でね、器具を使わずに肩を鍛えるトレーニングでパイクプッシュアップという腕立てのやり方をご紹介していきます。腕立て伏せプッシュアップというと、まあ皆さんね、胸とかあとは二の腕の裏側、上腕三頭筋を鍛える種目というふうに認識していらっしゃる方が多いと思います。でまあ実際にね、メインで使うのはやっぱり大胸筋とか上腕三頭筋になるんですけども、フォームを工夫することでこの腕立て伏せプッシュアップですね、より肩に負荷が乗るようにすることができるんですね。まあ、なのでね、そのバリエーションとしてパイクプッシュアップというねやり方を今回はご紹介させていただきます。で、まあ、やり方は、まあ、一般的なねプッシュアップ腕立て伏せの姿勢を作っていただいて、ここからお尻を高く上げて体をくの字に曲げます。まあ、これがね、まあ、パイクっていう動作になるんですけども、このまま頭を床につけるように下ろして上げて下ろして上げて下ろして上げてという感じになります。まあ、これがこのショルダープレスを上下逆さまにしたような感じの動きになりますので、これでま肩が鍛えられるという感じになります。余裕があってもうちょっと負荷が高くてもいけそうだなという方は、椅子ですとかソファーに足を乗っけていただいてですね、足をちょっと高い位置に上げていただくと、よりですね角度が垂直に近づいて強い負荷がかかりますので、試してみてください。まあ、ただね、肩のトレーニングは特に関節への、ね、負担が大きくなりがちで、まあ、怪我をしやすい種目でもありますので、その怪我だけは、ね、十分気をつけていただいて、あとはあんまり、ね、勢いよく床に、ね、体を下ろしてしまって頭をぶつけてしまわないように、気をつけながらやっていただければと思います。ということで今回は肩を自重で鍛える種目パイクプッシュアップという、ね、バリエーションをご紹介させていただきました。ぜひぜひチャレンジしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。